シャーソクビッツで皆さんこちら高橋です。はい、大の字になればあなたは最強。本日は皆さんに究極の第3の取り方という内容で、最近私がねご紹介している反応しなければ軸だけを意識すればあなたは自然に第3の綺麗な形が揃うというやり方を私はご紹介してるんですけども、それをねお話ししたいと思います。現在ですねオンラインのセミナーっていうのをですね、月末にやろうと思ってるんですけども、こういうふうにですねもう何も意識せずとも弓が引き上げられると。これはどうしてそういう現象が起こるかっていうとですね、弓なんです。弓に正しくエネルギーを与えてあげると、まあエネルギーって言っちゃうとちょっとややこしい、弓に正しく力をかけてあげるとあなたの腕が勝手に引き上げられて、そして第三の形までスムーズに持っていく姿勢っていうのが存在するんですよ。そのためには頭が前に出てたらダメ、胸が前に出てたらダメ、まあこの恥骨っていうのがこう前に出てたらダメ、肩甲骨もダメっていろんな制約があるんですけど、それをクリアすると第三動作っていうのが本当に綺麗に取れるようになるんですよ。でそういうやり方をですね、私は弓道の文献っていうのをこう使ってですね、こういう内容を使って頭をねほぐしてもらって、あこんな考え方があるんだって思ってもらって、そして射につなげていくっていうことをやりますね。はい、これはもう現役の講談社でこういう内容を教えられる人はいないので、まあ私の、セミナーでしか、まあ、この内容は理解できないので、興味がありましたらね、こういう弓道の世界があるんだという、そういう弓道のね新しい世界に興味があったら、ぜひね お越しいただければと思うんですけども、先ほど言った通り第三動作で綺麗な動きになるためにはやらなきゃいけないことって2つなんです。覚えてください。2つあります。それが肩甲骨を中に入れることと胸の筋肉を中に入れることなんです。両方とも中入るんですよ。肩甲骨をねこうやって入れようとすると胸が出るじゃないですか、まあ、これダメ。胸の筋肉前こう中に入れようと思ったら肩甲骨出ると思うんですけど、これ両方ともダメなんです。正解は肩甲骨と胸の筋肉を両方入れた状態っていうのを作んないといけない。そんな姿勢作れるんですかっていうと、これは全然作れます。はい、これは全然作ること可能です。どうやって作ることができるのかって言ったらですね、まあこれは簡単で、肩甲骨をね中に入れると胸の筋肉ってこうやって動くと思うんですけど、ちょっと左右に広がるように動くと思うんですけども、これがね肩甲骨を中に入れて胸の筋肉がそのまま前に出れば、それはどっちかが中に入ってどっちかが出るっていう状態になるんですけども、そこでめちゃめちゃ体を横に開いたら胸の筋肉って前じゃなくてちょっとこっちに動くんですよ。だから中に入ってこう横に入るっていう状態を作ることができるんですよ。それができれば胸の筋肉がね過剰に前に出るような姿勢ではなくなるってことですね。でじゃあその姿勢を作るにはどうしたらいいんだって言ったら、もうこれ作り方があるんで、はい、これちょっとお話しますね。それが仙骨を正しく入れることなんですよ。仙骨を正しく、ここを中にきちんと入れればこう肩甲骨が自然と中に入るんですね。この仙骨っていうのは腰骨盤の後ろですね。皆さんの弓道の道着の袴腰のねプラスチックのね板みたいなの入れると思うんですけども、板のところに相当する場所なんですよ。そこを入れてあげたらもう肩甲骨入るんですよ。無理やり肩甲骨をね入れようとね上半身動かしてもこれはダメで、ここら辺が動かない状態で肩甲骨入れなきゃいけないんですよ。でそういうやり方をやれば、例えば胸の筋肉をガッと入れたらここら辺どうしてもこういうところとか力入っちゃうんで、こうやって動作した時になんか体の軸がぶれたりとかするんですけども、ここ何にも力が入っていない状態でこの仙骨のところをですねガッと入れてあげるんですよ。だからここ何も動かさないでグッと入れてあげると楽じゃん。ここ入ってるし楽だし、弓子を開いたら動かしやすいし、左右対称に開くって感覚ができるし、ほんで弓の圧力も俺感じにくいんですよ。そうやってね第三動作っていうのがすごく入れやすくなるのがこの、仙骨を入れるっていうところの重要なところですね。で次にこの仙骨を入れるってのは仙骨を中に入れるわけなんですけど、これどうやって入れるんですかって話なんですね。これを入れる方が分かんなければ、肩甲骨を使ってですね綺麗な射形を作るっていうのはかなり難しいです。だから弓道、まあ、弓と前ってね私はお話ししてるんですけど、弓と前では肩甲骨をすごく使うんですよ。腕の筋肉を使っちゃダメなんです。綺麗な第三に見える人とか弓を引いてこうしなやかに引いてる人って腕の筋肉使ってません。
まず大前提として腕の筋肉を使って弓引いちゃうとダメなんです。腕の筋肉を使って弓引いたらもう射程崩れるし的中もしないし、な皆さんのをね よくいらっしゃる講談社の先生に、なこれしなきゃダメ、あれしなきゃダメって言われちゃうんですよ。だからそれを言われないようにするために腕を使わないように開く引き方っていうのを勉強しなきゃいけない。そのためには仙骨をこう入れなきゃいけないんですけど、これどうやって入れるんですかって言ったら、これ仙骨の入れ方っていうのありまして、どうやって入れるか、まあ、残念ながらですねここで全部を喋るってことはできないんですが、一部だけねちょっとね今回ご紹介したいと思います。例えばこうやって入れます。直接ね入れるっていう方法があります。こうやって、はい、これは後ろの太ももをですね後ろにグッと引っ張るんですけども、そうするとねここ入りやすくなるんですよ。例えばこういう風に入れます。だけどこれやるのには相当いろんな人たちがね大変なことになります。なぜかというと、まあこれは後ろ足を引いたらいいだろってことだと思うんですけど、後ろ足引いたらみんな多分反り腰になるんですよ。だからそうは簡単にこれをやったからといって仙骨入った感じっていうのを得るのは結構難しいっていうのがあります。だからまあ私の場合はこれを20にも30にも絶対皆さんが入るように教えるんですよね。例えばこれ体の図なんですけど、太ももの付け根っていうのをですね、まあ、横に緩めてあげたりとか、あるいはお腹の筋肉を緩めてあげたりとかってするんですよ。こういうことをしてあげるとですね、肩甲骨がまっすぐ入っても背中の筋肉は痛くならないように入れることができます。でこれをまあ皆さんね、こんななんか太ももを緩めたりお腹の筋肉を緩めたりする、でさらに足を後ろに引く、これやることめちゃくちゃいっぱいあるじゃん、こんなのできるわけないじゃんって思うかもしれないですけど、簡単なんですよ。これが簡単です。今言った5分10分の内容1個の体操で全部できるようになってます。原理を説明するとこういうことなんですけど、この太もも周りを緩めたら仙骨が入りやすくなりますよ、でそしたら後ろ足が引きやすくなって入りやすくなりますよっていうんですけども、それをなんかいろいろやるにはどうしたらいいんですかって言ったら、いや簡単なんですよ、これも全部弓道の動きに即して仙骨が正しく入って肩甲骨を入れることっていうのは全然できます。はい、そういうやり方を私は教えていますので、まあもしねよろしかったらですね、オンラインのセミナ ー月末にやりますので、そこで、入っていただければと思います。腕を使わないで、ね、弓を開く方法っていうのを私はお話ししていて、これみんなできます。みんなできるんです。やれるんです。もう2時間でできます。すぐ身につけましょう。それを覚えたらあなた方はどんどん弓開けるようになりますから。はい、でいつまでも道場の講談者にああだこうだ言われてる内容を取り入れてたらあなた下手くそになりますよ。これはもう間違いないです。あ、下手くそになります。で講談者責任取ってくれませんよ。彼らは自分のことしか考えてないので、人のことを考えてるんであれば自分の時間を全て捨てても、その人たちが上手くなるように努力したり行動したり本を勉強したり強い弓引いたりとかしてその内容を包み隠さずシェアするはずです。でもしないでしょ。ダメ立ちしかしないでしょ。それはね本当にやり方わかんない。でこういう風に上がってるからここ下げた方がいいよって言うんだけど、ダメなのよ。ここが上がるのはなんで上がるかっていうと、ここの部分に力が入ってるからであって、ここに力が入った姿勢の状態で下ろしたら今度全然違うところが力入った以上して悪い方向に行く、より悪い方向に行く。でも教えられないの、もうそういう経験をしてないので。だから皆さんが講談社に頼らず、講談社にね勉強とかねそういうことせずに自分で勉強して自分で知識を取り入れて弓を引いていくと、そういう考え方にね移っていただければ弓道の的中率も上がると思います。ぜひやってみてください。ということで今回の動画の内容は以上になります。ありがとうございました。